写真拡大。ヤクルト 3-12 広島、26日、神宮球場。侍ジャパンのエース候補が、稲葉監督の前で復活の白星だ。広島、大瀬良大地投手、28が、6回5安打2失点。ヤクルト戦は、デビューから12連勝。自身の連勝記録を更新し、6月5日、西武戦以来、6試合ぶりの7勝目を挙げた。あれだけ援護してもらったので、いけるところまでと思っていました。勝つというのはありがたいです。初回のピンチ脱出が勝因だ。1番山田哲に中前打と2盗を決められ、いきなり無視2塁のピンチを背負った。ここから進化を発揮。山崎を3ゴロに打ち取り、青木、バレンティンを連続空振り三振。6回はバレンティンにツーランを浴びたが、リードを守り抜いた。大瀬良を視察するため、予定を変更して神宮球場を訪れた稲葉監督も、ほっと一安心だ。うまくゴロを打たせる投球はできていたと思うと、表紙、ジャパンを引っ張っていく気持ちでやってもらいたいという思いは持っていると、来年の東京五輪へ期待を込めた。大瀬良は電撃視察に、考えても見なかったし、驚いていますとびっくり。目を丸くしながら、そう思ってもらえるのはありがたいですし、嬉しい。読んでもらえる選手になれるように一戦一戦積み重ねていきたいと表情を引き締めた。侍ジャパンのエースへ、稲葉監督の期待に応える決意を新たにした。